バレてないのか？バレてないのかこれ。バレてないのかこれ。熱いんじゃないこれ。声激にコンビこれ。センタンさん、センタンさんは。赤緑が死んだ。なるほど。なるほど。あ、声入ってます。あ、もう入った。あ、ごめん、申し訳ない。早かった。はい。あ、いやいや、でも、いやいや、全然大丈夫な範囲です。あら、だったんで。大丈夫ですか？はい。場所はカフェテリアでした。はい。で、レポートが、レポートが光ったんですけど、場所まで特定できてなかったんで、どこから入って光ったかだけ分かりますか？ウェポンのタスクを僕はやってて、はい。停電があったじゃないですか。はい、はい、だから、まあ、直しに向かおうかなと思ってカフェテリアの方に歩いてったらレポートが光って、うん、そっから 2,3 秒死体の明確な位置を特定するためにうろろろろっと探して、発見したのが、ベントの左上ぐらい、ボタンの水平右側。わかりやすい。水平右側、ベントとエマージェンシーの間って認識で。アルトとトリピーさんが移動した時はなかったんですよ。そうですね。トリピーが移動した時なかったです。その後ろにアルトさん、アルトさんは俺の後ろついてきたんですか？カフェテリア。多分あれはトリピーだと思うんですけど。黒はいた。O2 から一緒に動いた。うん。あ、オッケーです。じゃあ。アルトさん、俺がいた時はなんか絶対なかったです。うん、で、一回トリッピーが多分アドミンに入ろうとして出てきたのかな。それミス。なんかそういう動きが見えたので。うん、あ、じゃあ完全にいたわ、アルトさん。そうそう。で、アベレージさんが O2 から真下に突っ切って走っていくのは見えたんですよ。はい、そうですね。だからシールドってことですか？うん、O2 から、そう、シールド方面の方に、停電した時に突っ切っていくのだけ見えたんですよ。シールド経由でストレージ通ってエレクトリカルに一番最初に着いたんですけど、その僕の後ろにアベリーさんがいたってことですかね。どうかな。あ、多分そうだと思います。ちょっと先に右行った人を洗ってほしいかな。で、多分通りすがりのキルっぽいから。結構いっぱいいましたよ。あ、結構いたんだ。右行ってて、アベリーさんも右行ってましたね。あともう一人ですか。そうですね。藤宮も、さて、全員出しましょう。ですかね、これ。はい。はい。全員で押しましょう。あ、動かないタイプの。全員で押しましょう。はい、てるよ。はい、声声。はい。はい。うん、あ、発言いいですか？はい。はい、どうぞ。サンタさん、マジの直前まで生きてて、っていうのが停電中にカフェテリアの右上のダウンロード一緒にやってたんですよ。で、僕の方が最初にやってて、その後にサントスさん来ていって、で、終わる時間が多分、まあ5秒か6秒ぐらいラグが多分あったはずなんですよね、終わり時間が。で、僕その後アドミン行って、藤宮さんが僕を目撃されてるはずだと思うんですけど。停電してたんで誰かは分かんなかったんですけど、すれ違ったっていうのは分かりました。はい、はい、青色の方々もすれ違ったのは見てて、で、なので、まあ客観的に見ると、まず僕がめちゃくちゃ、黒いのと、うん、あとは普通にセフレポートの線が一番可能性としては高いかなと。まあ、カフェテリアのどっかに隠れてる可能性もあったんですけど。右側行った人を大体上げない。そうそうそう。先に上げてほしい。うん、右側行きました。で、右側行きました。右側は、藤山さん、トリッピー、ショボスケが最初。藤宮さんね。あ、すいません。藤宮さん。大丈夫です。俺、なんでか？すいません。藤山さん。藤山くん。青、青、水色、黄緑。水色、黄緑。オレンジも行った。オレンジ行きました。ピンクも行きました。カスタ。黒も行って、黒と黄緑が O2 です。初動さ、左行ったんすよ。最初にカフェテリア上のやつやって、その後アッパーエンジンの方行ったんすけど、一人誰かいなかった。いたいた、見た。あ、じゃあ先端さん。僕と夏目さん。うん。か。じゃあ、2人は外れる。要するに先端さん以外は全員1回は右行ってってことですよね。そうっすね。いや、右行ってない。
かな。うん、あじゃあ自分は初動左だから。全員右で、ケンキさんはカフェの右上って感じですかね、初動。で、僕視点、藤宮さんは白ですね。藤宮は直前までアドミン見てて、カフェテリアが3だったことは確認してるので、とりあえずセンターだけ信じれるって感じかな。このキルに関してはですね、詰められなさそうかな。アベレージさんが弁当入ってヒュッて入って殺してる。そう、俺もそれ思ってた。あ、じゃあ、もうちょい話そう。ナオンの遅かったっすね。殺そうとしましたよね、僕のこと。いや、違いますよ。なぜかあの追いかけっこは。あんたなんだろうって言いながら追っかけてただけです。あ、円卓二人だけだった。円卓で。二人だけです。結構コミュニケーション終わりました。コミュニケーション5人ぐらいいましたね。はい。コミュニケーションめっちゃいた。まあ、いや、さっきの話を、アベリンさんがどうのこうのみたいな話を。はい、目撃情報の通り、その後、シールドの方を通って、最後コミュニケーション前ら辺でなったと思います。はい。なんで、まあ一応、イベントには入って殺してもいけると思います。そういう意味では。僕とトリッピーがエレクトリカルに入れる速度で走ってるので、はい、その距離でコミュニケーション前でなるってことは、タスクやってないと無理だと思うんですけど。はい。タスクやりました。忘れました。潔い。グレー寄りの黒でいいです、そこはもう、位置的にも。でもね、僕ね、本当に、O2 からウェポンから下がってくるアベリーさんとすれ違ってて、僕たちはエレクトリカル入れてるんですよね。うん、右側でも、アベレージさんはコミュニケーション前に行ったんだったら、その、はい、僕はシールドからコミュニケーション通って、すれ違っているので、はい、僕より後にそこにいないといけないんですよ、僕は見てないので、はい、でも時系列的にちょっとおかしいかなと思います。停電直後ってしょぼすけさんどちらにおられました？停電直後はナビゲーションに行って、でナビゲーションから降りてシールドまで、シールド経由で直でそのままエレクトリカル突っ切ってますか？はい、突っ切ってます。だとしたら停電直後だったらその真後ろぐらいに多分いるはず、アベレージさんが。あ、いや見てないっすね。じゃ逆にしょぼすけさん黒ってないんですか？いや俺だって一番先にエレクトリカルについてるし、それは他の人たちが見てるんで、はい、僕アベレージさん入れますね。なんかこの発言マジで黒っぽかったっすね。あー、うん、まあしょうがないっすね、それは。ちょっともうちょっと整理。どうしよう。でもまあ、うん、あー、じゃあ一緒に行動しますね、しょぼすけさん。いや僕はもう投票していてまず9人なんで。あー、はい、はい、はい。これ僕殺されちゃうんですか？まあありかなとも思うけど、割かし白だ。あとケンキさん、アベレージさんですり合わせたいけど、アルトさんとトリッピーさん、ね、同じ行動ずっと同じだったんですよね。同じですね。お互い視界の外に出てないんです。僕はトリッピー見えてる、うん、そう、ね、俺視点だとちょっとだけアルトさんは最後のエレクトリカルでは見えてたから、うん、正直カフェテリア編見えてなかったんだけど、うん、まあ、そこでくっついてるってことは多分いたんだろうなっていう感じ。先行してたのどっち？うん、トリッピーです。トリッピーさんだけど、アベレージさんの話した方がいいんじゃない？アベレージさんは、コミュニケーションにいたっていう情報って結構早めに出しましたっけ、はい、どうだったっけ。いや、あと結構あと、だから先出しだったらあれかなと思ったんだけど、はい、僕が最初にエレクトリカルについてて、で僕がエレクトリカルに最初に行ったのは、はい、後からエレクトリカルについた人たちが見てるんですよね。はい。なので、その人が何色だったかちょっと僕覚えてないですけど、あ、それがトリッピーとアルトですね。あ、そうですね。だとすれば、僕がその殺したってのはないんじゃないかなと思います。ショボスケさん、アルトさん、トリッピーさんが無理で、藤宮さんも無理でしょ。はい、で、センター無理で、ケンキさんカスターアベレージさんでしょ。そうですね、その3人、はい、今その3人ってなってるんですよね。でアベレージさんが黒目なんですよね、うん、今もうごめんなさい。
アベレージさんつってケンキさんカスターさんペアでいいんじゃない？あーリーダーさん待ってください、殺さないでください、お願いします、お願いします行きたいんですまだ命乞いめっちゃするじゃん。それが無難な気がするけど、なんでですか、お願いします、行きたいんです僕はすごいファッション、いやこのファッションを見てもうちょうだい、やっぱりもうちょうだい、やっぱりかわいそうだよ、アベレージさん誰も行けないよ、お願いよ、お願いよ、お願いよ、お前が恨んでやるマジでいっぱいもらった上で投票するわ、かわいそうなのでスキップに入れました。やっぱ最後ファッションなんやなって、あそうですね、ファッション出たなバレてないのか、バレてないのかこれ。バレてないのかこれ。待て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 よ。とりあえずとりあえずとりあえずソボスクさん待つぞ。とりあえずソボスクさん待つぞ。ここで。待て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 よ待てよ待てよ。アルトさんね、アルトさん先端です、ね、セルフレポート、ロラでもいいですね、これいや、これロラでいいし、ね、よくローラされるな、もうほぼさ、ほぼほぼ一郎落ちてんじゃん、アベレージさんで、うんうん、だったらもうロラしかないと思いますけど、十字路ね、まあ、ちなみに、まあ、一応聞いておきますか、トリッピーは分かると思うけど、アドミン交差したじゃないですか、交差した、交差した、で、アドミン見に行ったら、うん、光ってないのにセキュリティに一人いたんですよ、うん、セキュリティカメラが光ってないのにいて、ね、でこれ死んどるんちゃうかと思って行ったら、うん、配線のところで藤宮さんがサクって殺される瞬間で、センタンがセキュリティから出てきて上に逃げていくのが、ね、じゃあ、セキュリティにいたんだけど、カメラ光ってないこと確認してる人がいるかな、カメラ見た、カメラは僕光らせずに、あの弁当怖かったからもうドアの前で見えるようにしてたのね、ほうほうほう、そうで、ドアが開いたら藤宮さんとアルツさんが来てって感じだね。だから僕を殺しに来ようとしてたんじゃないかな、藤宮さんが下の方から来てだったかな、アルツさんが殺してそれをもう見たって感じだった。なんで先端さんはカメラ見てないのに先端さんがセキュリティにと思って殺しに来たんですか。いやだ、アドミンで確認してたから、アドミンで確認してから殺しに来た、アドミンの情報を取って左に一人しかいなかったってことでしょう。確かに、ちなみに自分結構先端さんと一緒にいたんですよ、ストレージ、アドミンで2人見てたじゃないですか、うん、その時1回自分と先端でアドミンに入って、ストレージロアエンジンまでで自分のキルが起こってないから、まあ処刑するんだったら自分視点アルトさんだけど、まあロラは絶対完遂かな、アルトさんからのロラでいいのかな、あ別に俺からのロラするんだったらそれで構わないけど、トリッピー視点は俺がそれをするのが分かってると思うから、うん、トリッピー視点だと俺は白だと思う、まあ、それは夏目さんが示してくれるからな、で僕ボタン押しますね。はい。大丈夫。全然押さないから、絶対押さない。分かってる。俺もちゃんと押さない。まあ一応いた方がいい。うん。俺もちゃんと。最悪のタイミングだな。カメラ見ます。よいしょ。はい。じゃあ。センターさん押さなかったんですね、うん、1秒待ちましたよ、おーセンターさん
黙秘だ黙秘だ黙秘だ黙秘でよこしやがった黒いと思っとったんに黙秘権認められてますから。なるほど、まあ確かにそうですね。ケンキさんと自分の即投票が面白かったな。皆さん夜ご飯食べました。いやてかなんかセキュリティの部屋いんのに弁当怖いからカメラ見んかったら意味わからんなと思って。あどういうことや。じゃあセキュリティいいんでええやんみたいな。なんか僕に入ってるし。ゼタさん夜ご飯食べました。ちゃんとご飯食べましょう。夜ご飯って何。パクパク食べたんでしょ今人を。夜ご飯って何はおかしいやろ。あこれによってアベリージさんの話が逆算で分かるのが面白いですね。そうですね、白だったんだねっていうのが分かるかもしれないね。押せばよかった。どっちかは俺か、どれか先端は狼ですから、インポスターなので。じゃあアベリージさんは何やったんってなるのは、まあ、自然ですね。なんかでもこの一瞬の判断の中で最適解考えるの難しいですよね。本当に思考時間が短いから、いつもより15秒短いのってやっぱねすごいですよね。ですね。そのセンターさんも押すか押さないかとか、リアクターの時に解除するかしないかとか、どっち行くかとか、スキルするかしないかって、あの刹那の判断で正しい解するのの難しさはすごいありますよね。いろいろ面白いとこあります、ね、いや面白いですよね。さあこれで終わってないんでね。そうフリッピーさんが警察っぽい動きをしてる。喋ってるね。あ、来た。はいはい、来た。あ、来た。なんか遅かった。わー、見た。びっくりした、びっくりした。てかもうこれめっちゃ僕思ったんですけど、すいません、ボットバグっちゃいました。簡単なゲームなんですよ、これ。俺も思った。そうよね、ケンキさんとマサオすれば終わり、ここローラーすれば終わりですよね、終わりのゲーム。だって確かに、ああそうか、初手のキルって先端さん絶対無理だから。ただ僕さっきのケンキさんの発言的にケンキさんないんじゃないかなって思うんですけど。いやもういや違う、もうそういうのはもう関係ない。もう言葉なんか聞かなくていい、もう忘れば終わり。言葉なんていらないってやつね。そう、言葉なんていらない。もうボタン余ってる人いますか。俺余ってますよ。あ、じゃあ、ケンキさん、待って、ケンキさん余ってんだったら、もうカスターさんつって、うん、で、ケンキさんがお世話いいから。ちなみになんだけど、カスターさんさっきからずっとついてったんだけど、ガチ白いんだけど。いや、同じくケンキさんもまあ白いのだからとは思う。いいんですけど、大丈夫かなっていうのがちょっと不安ではある、正直。最初のキルが取り、飛びちゃったんや、センターさんの仮説があるとこ。いやそれはでも絶対ないと思う。わかんないけど、まあそのわかんない、とりあえずカスターさんが白いよ。それ割れたやばい。逆にセンターを右側で見た人います？いないっすよね、多分。いないよ。見てない。だって自分は左側で、そう、見てる。あと気がかりなのが、藤宮さんがカフェの中に3人いたつってたのよ、最初、マップの中で。それもちょっと俺、そう、だから、これアベレージャー。いや、よくボタン押さなかったな、2人とも。どっちを押すか。いやもう言葉なんていらない。まあでもローラーで終わるローラーすれば終わりだから、ケンキさんなのかなっていうのはあるけど、速攻で落ちてね、速攻で落ちて、とりあえず俺押すから、まあ一応じゃあね、カスターさん投入して速攻で落ちて終わり。ああ大丈夫かな、いけるんですかねこれ。わかんない、一応しまって、なんだろうこの世は。あれと思うけどな、さすがなんかタスクがで詰めるっていう話を誰かがあってもよかった。そう、しても急いでるので、もう夏目先生で僕は固めますけど、なんか普通に。あら、まあどうします、てかその完遂したら負けなんですけど。とりあえず俺が今この局面で俺が押すのは何もないから俺じゃないよねっていうのが確定する、うん、可能性もある気がしてきたんだけど、違う？え、待って、自分、え、待って、今の O2 になったタイミングで自分が直したのは誰、誰だっけ、ちょぼすけさんだっけ。僕は O2 側直した。え、自分が直したで、え、まあ一緒のタイミングで直したんでしょう、まあ、多分あのタイミングでちょぼすけさんを殺せば自分勝ち。え、ちなみにケンキさんどこにいたんすか。俺だからボタン、え、
だから時間があと10秒ぐらいでしたよね、ショコさん。あ、まあ確かに確かに。確かに確かに。で、そのタイミングで自分がショコさんを殺して、で、やばいやばい。さんが壁の方で見えたのを、壁の方にいたんでしょ、はい。で、トリッピーさんがアドミン直したんでしょ、殺せば勝ちだから。いや、でもボタン使わせたらよかったのね、僕は殺すに。いや、ケンキさん入れればいいか。え、待って、逆に俺を送るのはやばい。俺入れるの一番違くない？だってこの局面で俺動かない。いや違う、もうそも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 ケンキさんがペア組の なんでケンキさん動かなんでケンキさん動かなかったのじゃあ。え、いやだからむしろ俺が最後白でケンキさんが白でインポスターがいたらオーツーかアドミンどっちかは直さないと負けだし。てかってさ、ケンキさんからさペアの人が白いって言い始めてるんだ。え、待って、ここさケンキさんがロラされたくなくて白いって言ってる。いや、この集めたら一緒に殺してタスク勝ちするのもか。ローラーが疑問だった。タスク勝ちもありですけど。あ、でもちょっと俺まだタスク結構なんだよな。いや、お前しかやしいぞ、それは。いや、ケンキさん、待って、ケンキさんはもうあのね、ガッツさん、どうする、まず黙って、黙って、え、待って、ケンキさんなんか入れて、入れる終わり。あれ、ケンキさん、俺本当に俺じゃない、マジで。ファッション勝負。いや、違うんですよ。その前に、フェディ3人いたって言ってるんですよ。だから違う。ああ、よし。ファッションがすごい。勝ってますよ。いや、これ、終わりだよ。信じてくれよ。あれ、ケンキさん、終わりだよ。ファッションがすごいのよ。これはリアクターで。終わんねえわ。終わらないんかい。まあだって先端が先端アルトで、ある先端がローだった場合って夏目さんと一緒にいるんだから夏目さんですよ。ああ、そういうことか。夏目さん最後言ってた5人盤面でタスクの方向性にならなかったのがちょっと。そうそうそう。タノさんもあれ誘導する時点で結構。そうそう。あ、確定じゃんって。そうか。すごいね。良かったね。タスクで良かったんですよ。あとはもう夏目さんはだって2人ローラーして。も勝ちなんで、こうやったーナイスいや、怖いいや、ナイスでこれはね、アビレージ白なんですよ、皆さんじゃあ、もうちょっと白っぽくしてくれいや、白だけどね、藤宮さんのマップ3人いたをもうちょっとちゃんと追えばよかった、マジであれマジでいや、それだったっすねマジで、マジでセンターさんナイス、あの、左側のアピール気づいた自分が。あ、もちろんもちろんだよね、だよね、とっさに一緒いたって言って、そう、センターさん右行ってたでしょ、最初右側。いや、左だ、本当に左行ってたよ。あ、本当に左。いや、すいませんでした。え、待って、じゃあ、待って、土日のキルが俺分かってない。俺も土日が、土日の集め先生が弁当じゃないんですか。いや、弁当でもない。カフェの上に歩いて通りすがりキル。いや、カフェテリア上にずっといて。大変だね。そう。なんで行った人の前提を永遠に疑わなかったのか。ってセンターさんがそれ提供してて、センターさんが黒である連れたような話だったんで、その話が破綻してるっていうのが多分。まあそうですね。まあそうか。死んでる目線だった。ごめんなさい。でも死んでる目線なんで、やってる人だと多分しんどかったと思います。死んでる目線だから。アルトセンターの時にアルトセンターの時にどっちを追うかですね、完全にね。アルトがローだったらセンターは白だし。そうなんですかね。まあまあまあ、センターさん黙秘しちゃってたからどうなんだろうって。そうですね。あ、センターさん白だったのか。いや、まさかさ。やっぱ最後は俺はちょっと自分もう聞かない、あなたたちの話も強すぎるから。てか、あれよ。なんでボタン押さないの、トリッピー。マジで。びっくりした。あれ押されねえと思って。だから、あれ待ってたけどって言われて、あ、そうなんだってなって、何も喋れなくなっちゃった。あ、そういうことね。めちゃめちゃ白かったよ、あれで。あ、ごめん。そういうことね。1秒待ったの突っ込もうと思ったら俺が先に言っちゃったのね。ん？いやいや、だから、うまい。だから、なんで1秒待ったんだろうと思って、あ、そうか、待ったのか。あ、なるほど、ってなって。グーの音も出なかった、マジで。あれ、これ、入ってます。あ、ごめんなさい、僕がロビー画面でした。そしてなんかボットがなんか一回だけバグっちゃいました。うん、あ、そうですね。そういえば失礼しました。なんかでも今は戻ってますね。そうだ、僕あれだよ、エレクトリカルの3人の前で弁当なんか間違えて入っちゃって。そうだ。3人の前。いや、僕多分タスク中だったからかもしれない。そう、としょぼすけさんの真横と、あと誰だっけ、あと2人いて。え、それ一番最初ですか。さっき2回目？
2回目かな、僕と先端が開口したところ、あのキル出た時。いや違うその前、あ、じゃあいやその日だ、その日。そうで、しょぼすくさんこれ見られたと思って、しょぼすくさんをずっとストーキングしてたら、なんかタスクやってたから、あ、これ見られてないんだと思って。そう、見とけばよかったな。めっちゃサボタージュと間違え、あ、あいつだ、あ、やべ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 、これ殺すって言うから追いかけてたけど、気づいてなかったから。あ、全然気づかなかったっす。あ、鳥、あ、待って、俺のコメントでトリッピ弁当見えてたって言ってる。マジ？うわぁ、僕やったなぁ。でもね、気づけないっす。それはもう本当に気づけない。いや、しょうがない、しょうがない。そう、僕も経験したことありますけど、なんか、視聴者の人はやっぱこう、リラックスして見れるんですけど、僕らもう必死なんですよ。そう、まあ、あと、タスクやってるからね。わかんない。そう。どこのとこかも俺覚えてない。いや、まあ、タイミングは覚えてるんですけど、タスクやってたと思うんで、多分見えてないですね。